橋本真二は、プロ野球審判員。審判員袖番号は40。高志高等学校、大正大学出身。ジム・エヴァンス審判学校、東都大学野球連盟審判員を経て2003年に、パシフィックリーグ審判部に入局。審判員袖番号は40。2010年には、オールスターゲーム初出場を果たし、第2戦で球審を務めた。 2020年終了時点での試合出場数は1051試合。後日するように近年は球審を務める時に構えを頻繁に変えている。2014年から球審時の構えをボックススタンスからシザーススタンスに変更し、さらに翌2015年シーズンからはさらに膝を深くしたいわゆるニースタンスに近い形で構えるようになった。 左右の打者によって構えも変わっていた。2017年シーズンからは再び基本の構えのボックススタンスに戻しているが、ストライクコールの方法はシザース時代のものを踏襲している。また、ほとんどと言っていいほど球審を務めるときにブレザーを着用していない。肌寒い時期の試合であっても、球審のときにブレザーは着用していない。春や秋のナイトゲームでも、 半袖シャツで求診を務めている。2018年4月22日に行われた名古屋ドームでの中日ドラゴンズ対広島東洋カープ戦の3回裏、中日、京田洋太がバントした際に、京田の足がバッターボックスを出ていたため、瞬時に規則を適用し、アウトを宣告した。この判定により、ファインジャッジ賞を受賞した。2020年8月8日、 札幌ドームで行われた北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズ8回戦で2類類進を務め通算戦試合出場を達成した記録は2020年シーズン終了時のものありがとうございます